ごちゃぶるホースです。本日も、ビヨンドやっていきましょう。大使館の次の時系列っぽい、ね、逃亡ということは、そのなんか機密文書をパート2だったかなかなんかで盗んだと思うんですが、それを持って逃げているっていうシーンなのかな。ところでそのアラビアっぽい女性がなんかトイレの中を侵入してきて、用を足しているところなのに、べちゃべちゃやってきた人がいたんですが、あれが仲間だったのかな。ところで、ライアンとあの後どうなったのかな。いきなり、エイデンからスタートしましたが、この人の魂を抜くとかそういうことなのかな。これどこに進んでってんだろうね。でも多分無限ループって怖くねっていうパターンになってそうな気はするけど、お邪魔しまーす。濡れるのは勘弁したいからね。でもこれあんまり離れすぎると、あ、無理だね、やっぱりね。あんまり離れすぎてもよろしくないし、これを、なんか今パッてやったらよろしくない気もするので、なんかこの人からライフラインが出てる気がするね。どうしたらいい？疲れて寝てるね。相変わらず黒いジョディ。こういうのはよろしくないよね。こういうのは、まず、教育上よろしくないよね。こっち行けるのかな？あ、行けない。行けない。どうしたらいいんだろう？これ。戻れる？戻れないね。じゃ、こいつの頭に、でも近すぎるやつはあんま良くないかな。なんか面白いことできないかな。あ、よし。あ、違うな。こっちない。こっちにしようか。違う。こっち。こっちを、うん。全然気にしてない。じゃあ、じゃあ。お兄さん。うん、あこん。おっと。何が起こったんだ？なんでだ？なんか急に、なんか喋り始めてる、いろいろ。じゃあ、頭の上落としてみる。ああ終わっちゃった、止まっちゃった。なんだ？うわぁ、いかにも保安官ですっていう格好の人がいるね。あ、こいつらに捕まらないようにするっていうのが今回のパートなのかな。うわ、それやったらもっといたずらしまくっとけばよかったな。しまった。シェリフって書いてある。シェリフっていう言葉、懐かしいな。ウォーキングデッドくらいしか聞いたことがない気がする。あ、そんなことはないけど、そんな方はないんだけど。やばいね。これ捕まる前に。うん、雨なんだよ。こいつらどうしたらいいんだ？警官総動員ね、ただのガキに。ってことはもう完全にやられるじゃん。そうなんです。私、重要人物なんです。上層部のご指名を。逃亡中の試合、あ、CIA なのに反逆罪とかでなんかいろいろやられてんのか。これなんとかなる？なんともならないね。ちょっと、寝てる場合じゃないぞ。あれ、全然いけない。どうしたらいい？これタブで戻れる？戻れないね。しかもこいつら全然何もできない。え、積んだ？終わった？こっち行けないしね。中にも入れない。入れないよ。あ、入れた。ちょっと早く起き、あーやべ、プシューってなった。出発進行。キュウリのぬか漬け。あれんじゃね。定期検査です。どうも。了解しましたけど、ID を。ちょっとなんとかならない。なんともならない。そっちから行くのね。そういうことか。で、なんかちょっと ID ごまかすうんぬんかなんかできなかったかって話だよね。ちょっとこれをもう、ほら、よし、起きて。じゃあ、そんな、ゆうちゃんのこと、エイディに怒ってる場合じゃないんだよ。早く、ID 出して。見つからないうちに。どうする？なんか偽造 ID とかないの？寝てるから、油断禁物、雨あられだよ。失礼、席に戻ってください。あいつじゃねえか。あいつだ、捕まえろ。やばい、速攻見つかった。そう。あ、スローモーションになったから。急げ。そんな、なんか酔っ払いみたいに、よたよたしないで。警察。ほら。よし、急げ。今ね、幼女を追いかけてます。まあ、幼女じゃないのかも。これも成人女性になるのか。すごいね、酔っ払ってるよね。おい、
あ、いて、もうそのとこに荷物置いとくんじゃないわ。警察だ。おちょ、セクハラです。あ、帽子が活かしてる、かわいい。そんな悠長なこと言ってる場合じゃない。おお、どけ、気をつけろ。あ、酔っ払い、気をつけっぱ。急ぎ。開けれる？てか開けてもいいけど無理だよね。てか警察来るの遅くない？お、こんな時にエイデン役に立つ。さあ飛び出すんだ。いける？でもこんなとこ飛び、あ、屋根に逃げるのか。そんなさ、あからさまに、いや、いや、エロい、セクハラ、パンチ、あ、やばい、落とされる。あ、オッケー。上、甘い。やばい、首絞め、どっちが首絞めってんのかよくわかんないけど、とりあえず空手チョップ。チンコ蹴り。あー、ついに。わかった、じゃあ動かずにエイデンをね、やるしかないよね。さあどうする？諦めろ。登る。出てこい。わかった、出ていく。エイデンが出ていくよ。よし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 。試合への訓練生、訓練の特待生をね、逃がす、あの、俺はもううまくしゃべれない。エイデンがこれをボーンする。よし、オッケー。じゃあ屋根に逃げよう。あ、どうぞ、ぶち破れるもんなや、ぶち破ってみてください。そしてあなたたち屋根に。てか、早ー。王道特急事件みたいだね。やつはどこだみたいなって。大丈夫これ。うわ、来てる。ほら、シェルフも帽子飛んでいくくらい危ないんだからさ、もうやめといた方がいいよ。すごいな、こんな中、ま、立てるっていうこと自体がすごいね。雨降ってる時点でさ、もうズルンと滑ってさ、もうこけて落ちてわーってなるよね。わー、こっちからも来たー。避けろ。下、そう、なんかナメクジみたい。ぬるぬるしてるよね。大丈夫なのかこれ、このまま行って大丈夫か。ちょっと端っこの方行き過ぎてるよね。で、あのなんか前にある信号機とかから警官、あのシリフとかがボーンと飛んでって終わりみたいな、そんな落ちだったら面白いけど、誰だ、あー、甘い。落ちる、落ちない、落とさないところがもう優しさだよね。甘いわ。あ、急なセクハラをやめて。ハゲてることは隠しといてあげるから。キック、さすが CIA の優秀さおさか。顔面キック。あ、もうこれで立ち直れないよ。女の子に蹴られたというショックから立ち直れない。痛い。あ、痛い。そんなことでひるむ私じゃないわ。甘いわ、もう一発、もう一丁、そして空手チョップ、そして顔面パンチ。強すぎるやろ。そしてまあまあそうだな、共感2人をな。もうおしまいだ。あ、立ち直るのが早い。エイデン、ホールド。ああ、そういうことか。ギリギリいけるか、ホールド。え、なんかすごいオーラまとってるよ。これ間に合ったか。あ、ダメだったか。いや無理だよね、さすがにこいつら飛び降りることはできないよね。あ、なるほど、それでプロローグのあれに繋がっていくのか。ここで逃げて、で捜査官たちが出てきてって。なるほどね、失踪ってこういうとこで繋がってったのか。これ今エイデン出せないか。うわー、でもこんな暗闇の中さ、もうケロベルスがいてさ、で目の前に洋館があってさ、分かってる、うん、疲れる前に逃げないと。すごいね、あんなオーラがまとえるほどにこう二人の仲は深まっていったんだな。もう来てる、早っ。ここら辺で飛び降りたっていうのがすごかった。あらー、これ見つかったらプロローグ繋がらなくなっちゃうよね。いけるかな。お、下くぐる。いけ。いや、違いますよ。ただの格闘が強い女の子なだけですよ。目の前からさ、あの、なんか女子、え、女子っていうか、シェリフ、なんで女子とシェリフ一緒にしちゃったが来てるかどうかっていうのがわからないよね。滑るんで気をつけましょう。あ、ありがとう。ご忠告ありがとうございます。下。もう下か上かが暗すぎてちょっとよくわかんないね。えって。当たっちゃったね。下。オッケー、くぐった。で、こっちまで逃げていって、ぴょん。さらにもう一個あるか。あ、ジョボン。3メートル間隔。おー。なにこれ。クリックと、
シフトキーだね。こう連打して、わー、ヘリコプター川の中めっちゃ撃たれてる。え、これさ、あの、この子は何、機密文書を盗んだその疑いでやられてるの？なんかそんな撃ち殺されなくちゃいけないほど悪いことしてるの？なんでこう追われてるのかちょっとよくわからない。その CIA ってさ、あれ警察じゃなくて何、ただのスパイ組織なのか。こっちにいたぞって言うけどさ、どっちにいるのあなたたち。こっちで合ってるのか、そもそも進んでるの。警察官にぶっ通し。あ、ここは操作いらないのね。うい、こっち、あそこから行け。どこから行くんだ、どこからでありますか巡査って。ちょっとこれ本当にさ、進んでる方向が合ってるのかどうかのかよくわからない。警戒を怠らない。あ、いった、犬によるセクハラ、新しい、残酷、斬新だね。パッ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 、ドーベルマン、違うな、何犬だったっけ。わー、本当にケロビルスだね。来るなら来い、来るなら来い、ほら、べし、犬だからって容赦しないわよ。私は最高戦士なんだから、べし。来るかさあ、ビビって来いよ。来るのかい、来るんかい、叩き落とす。あ、ちょ返せ、それは俺のだ。ちょっと、お前とブーベランする気はねえんだからな。あ、ちょ、やべ、犬による大胆なセクハラ、ほら、締め殺しちゃうぞ、犬だからって容赦はしない。あー、かわいそう。へこまない犬もすごいけどな。あ、さすがに帰ってった。さよなら。まだ来る。うら。うわー、もうな、命が危険にさらされているって状況の中だったら、もう、ああいうの、やむを得ないな。どこに消えたんだ？あった。ついに、崖登るのか。ああ、これもだからやっておかなかったら、訓練の最後でやっておかなかったら、これ、できなかったやつだよね。こんなとこ登るやつなんかいないでしょ、まず。怖いもん、滑ったら終わりだからね。こう、あ、何も見なくていいです。今、あの、女の子がね、とても大胆な格好をしてるんですけどね、見ちゃダメです。嫁入り前の女性のね、あらぬ姿を見るのは、そんなことやっちゃダメです。ホールド。さあ、見えないよ。誰もいないよ。見ないよ。こんなとこ登る。いない。そんなとこ登る人なんかない。そんなとこ登る系女子なんかいないよ。そう。おっしゃる通り。これ話した瞬間に落ちちゃうよ。ん？見えた？バレた？くそ。よし、OK。トラビス。犬どもを連れ戻してかい。犬は私が撃退しました。さあ、続いて登っていこう。クリック。最後、頑張れ、振り絞れ。行け。誰か救いの手を差し伸べてくれる人たちはいないのか。いやー、警察が目の前にいる。大丈夫？これ、このまま逃げて。目の前にいるけどね。いたぞーみたいにならない。あ、でもここで保護してもらえるのかな。そういうわけでもなさそうだよね、これ。こっち行っちゃよくないんじゃないか。でもこれ、助けてって言うべき？いや、でもこんなとこから出てきたらさ、あの女だってなるよね。てか、まず進めないんだけど。あれ？こっちから進んで、あー。やっぱそうだよね。いいの？いいっすか？姉さん、やっちゃっていいんすか？うっす。じゃあまずこの人たちを憑依しよう。まいった、雨かよ。そうなんだよ、雨なんだよ。いや、しばらくやみそうにないな。今さらここまで出てきてて雨かよって。早く現れてくれねえかな。いや、もう実は現れてます。さっさと捕まえて寝たいぜ、地上。ああ、警察ってそういうスタンスで仕事してるの？じゃあやっちゃいますか。あそこにヘリがいる。あれ、ちょっと待って、やっちゃうっていうのは、ああ。ついてる。この人をやっちゃうってことね。あれ、ちょっと待って。やっちゃいましょう。ああ、脅威完了。そして相変わらずの白目。じゃあバイクを乗っ取れない。あれ？どうしたらいいんだ？こっちに行って、すごいグラグラする。あ、なるほど。
ガチャッと開けて、おいお前何してるみたいな、おいお前何をやっているんだ、なぜバイクマンがうわー車を運転するんだ、どういうことだどういうことだ、んってここまで来て誰も反応しないんだけど大丈夫かな、あらららら、おいどこ行くんだ、どっか行きます、おいお前何してるんだ、おお大胆、何も操作してないけど勝手にやっている、これ全部エイデンなのかな、おいマイクやめろ、あマイクなんだ、いやもうイカレポンチなんです、ブルーンバイク操作、あそれはそうか CIA だもんね、そのくらい操作をお茶の子操作だよね、まさかこっからマイクを操作するパートそうだよね、ああ変だ、違うね、そういうわけじゃないね、ああ押しっぱなしにしなきゃいけないのか、いやーむずいぞこれ、これ大丈夫か、正面から車来たら終わりだよね、いやむずいぞこれ結構操作、でもなんかあの見えない壁によって左右にあの動かなかったとしてもだいぶ守ってくれてる、ああ完全に見つかってるねこれ、大丈夫か、マシンが撃たれてるこれ今、あなるほど、これで避けながらライトに当たらないようにしながら逃げなきゃいけないけど1、あそういうことか、これででもやっとかないとダメだよね、逃げろ、でこれパトカー後ろから追っかけてきたりとかさ、正面衝突とかそんな危険性はない、大丈夫、めっちゃ撃たれてる、じゃあとりあえず1で消しとく、あれ今度消せなくなってる、かっこいいかっこいいけど、ちょっと待って、え正面になんかパトカー、うー正面パトカー、戻るしかないね、大丈夫、いやもうここ、おー、ここまで構えられたらさすがに無理だ、あこれあれだ隊長だ、アラン隊長、プロローグでボッコボコにされたアラン隊長や、しょうがない、スキルしかないか、そうだよね、いいエイデン、了解、オーラまとって、ブルン、もう一丁、行こう、エイデンを早くして、オッケー、まとっていくぜベイベー、いけてるこれ、銃めっちゃ跳ね返してるけど、すげえなこれ、そうかもう頂上検証当たり前の世界だから、もうなんかもうすごいね、デトロイトとかヘビーレインみたいな現実の世界というよりは完全に最古の世界になってるよね、バリケード団子やって、メーカータウンかっこつけてるけどこいつやられっかんね、プロローグでスッスッピッてやった、あーなかなか激しいな、で結局ジョディは何をやったんだ、何をやってこうなったんだ、てかここまでのさなんかやばいことを押しでかしてさ、スワットまで動くような状況になっている中で、おい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 、あれもしかして操作しなきゃいけなかった、そんな状況の中でさ、なんでああやって警察官に保護してもらえたの、もう顔が見つかった時点でアウトな感じがするけど大丈夫、あいきなりやばいことになってるか、あそこにも構えられてるね、いやはやヘリコプターまで来た、ようすぐ見つかんな、あそこまで逃げといて、包囲したぞ、手を挙げて出てくれば着替えは加えない、もう着替え加えまくってるやつがよく言うよね、お望み通り、おう、え結局好きにしてエイデン、お了解です、エイデン好きにします、ジュイーン、こいつを乗っ取ってしまいましょう、そして撃つ、えお前もさらばだ、あー相打ちで、ヘリコプターいたよね、あ、ちゃうな、まずは明かりを消していこう、ちょっとはしゃみ出ちゃった、続いてこいつもバリン、オッケー、どんどん明かりを消そう、こんなことをさやられてる間にさ、こいつが何ができるやつなのかっていうのが分かっているはずだから、なんだろうな、
ジョディが何できるかっていうのが分かってるはずなんで、さっさと処理しちゃった方がいいっていう、そういう判断には至らないものなんですかね。まさか、まさかと思うけど、あ、グロ注意、皆さん、ご覧にならないように。やっちゃったね。私を殺す気だ。奴らを止めて。止める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 。止めるんだけど、じゃあとりあえず、ゴー。それから、これも動かしつつの、あ、違うね。こいつはもう、あれだ。赤色はあれなんだね。デッドになってるんだね。よし、じゃあヘリコプターをまず占拠したいけど、ヘリコプターまだ行けないのか。どうしたらいいかな。じゃあ車をとりあえず飛ばす。車飛ばせないね。これ時間切れとかない？どうしたらいい？あ、あったあったあった。これまさかだけど、まさかだけど、お、囲まれてる。助けてエイデン、なんとかして。なんとかするよ、助けてあげるよ。あなたのことが好きだから。ガソリンスタンド爆発しないのかな。さあどうするどうする。え、おー、そんなすごいですね。グレレード、これ大変なことになるじゃねえか。やっぱり逃げろ。これさ、ジョディは大丈夫、撃つんじゃない、気をつけろって。わあ、救急車。じゃあ次々やっちゃおう。ジョディは大丈夫、エイデン、奴らが来る、近づけないで。了解了解了解。その前に早く援護、援護は来ちゃダメだよ。ドアよエイデン、鍵がかかってる、ドアを開けて。あ、そういうことか、そういうことか。了解了解了解。近づかれてるから急げ急げ急げ。そうそうそう、よし急げ、早く。オッケー、入れ、中に入れ。この車も吹っ飛ばしとこう、こっちも吹っ飛ばしとこう。誰がやられてるかよくわかんないけど。で、そっからこの中からどうしたらいい。これをなんとかできないか。もうすぐそこまで来てるんじゃないか、スワットたち。あ、こいつもか。これも飛ばしとこう。てか、もはや何の意味もない。あれ、やばい、固まった。いや、目視してません。僕はあとできることって何がある？あれ？こいつらをどうにかしたいけど、もうなんかどうにかできるあれなさそうだよね。エイデン？あ、エイデン。あ、よし。最終手段は、電気を、やったところで、なんか意味はあるのか？あーダメだね。ジョディをなんとか助けたいんだけど、ジョディを助ける手段が、あ、てかタイミングが悪かったのか。オッケー、配置についた。ちょっと待って、ジョディのさ、さっきなんかさ、あの傷を受けた時にさ、いけるやつあったじゃん。入ってくる、早くエイデン。何を早く。エイデン、早く撹乱するの、車を飛ばして。車飛ばす。ヘリを落とすのね。あ、やばい。あ、じゃあ失踪でこれ捕まるパターンのやつで、ヘリをどうにかしなきゃいけなかったんだけど、改めてどうしたらよかったんだこれ。しまった、やっちまったな、完全に。ターゲットを確保、丸500到着予定。丸500到着。全然実況ができてねえな、やばいな。なんとかして、うん、ここから逃げないと。捕まるオチは本当にこいつ起きないのか。変わらなかったけど、気絶するような薬を打ったんだ。と思うじゃん。さあ一人一人始末していこうか。まずはこいつだな。殴ってからの、気づかない、スワットポンコツ。おい、あー、そういうオチだったのね。だからなんかいきなり森の中っぽいところから始まるシーンだったんだな。これでもさ、ジョディは大丈夫なの？
いつも思うけど、主人公補正がかかるのかな、こういうゲームっていうのは大体ね。まあ、てか、そりゃそうか。じゃあ逃げていこうか。で、これは、その、なんだっけ、手錠はどうしたの？あ、え？そんな、ルパン三世よりも派手に行くな。いい、もう私のことは放っといて。じゃ同じ警察官じゃないの？皆殺しにする。おー、随分大胆と。しかも生きているって判断をした上での警告だよね、これね。行こう、エイデン。ヘリコプターをぶち壊すっていうオチもあったのかな。あ、動いてるね。にしても大丈夫かな。だってさ、プロローグで怪しくない？いきなり銃で撃たれた女がさ、助けてって現れたらさ、警官も疑うよね。鬼ごっこ。いやー、しかしヘリコプター破壊するオチとかはあれだったね。バイクで逃げた、めちゃめちゃバイクで逃げたな。トイレから逃げた、めちゃめちゃトイレから逃げてんね。てか大体のプレイヤーが選んでるルートをやってるっぽいね。列車内で捕まっちゃうっていうパターンもあれば、バイクじゃなくてどう逃げるパターンがあるんや。ちょっと少ない方選んでみたいね。なんかみんなが選んでる方のルート逃げてるっぽいな。もうちょっとね、うん、自分のトーク力を磨きたいなって思った30分間でございました。なんか普通のやってることベラ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 喋ってるだけだったからな。なんかね、こんな喋りが聞いていいよっていうコメントがあったら嬉しいなと思うんですが、まあ、今回この噛むことをね、なくすことから僕はやっていかないといけないかなと思いますね。今も噛んだしね。ベラ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 。ということでね、本パート逃亡ということで、逃げ切ったような逃げ切れなかったようなっていう感じがするんですが、以上とさせていただきます。ということでまた次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。